これ割れてるでしょ。すげえ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 。あ、すごい。勝手に装着できちゃった。どうもこんにちは、大野です。今回は単に iPad Air 5と iPad Mini 6のスクリーンプロテクターを貼り替えていく、そんな動画です。今まで反射するタイプの、プロテクターを両方使ってたんですけども、まあ、たまたま iPad Mini 6のこの辺り亀裂が入っちゃったんで、もうついでに反射しないタイプのですねプロテクターに両方貼り替えようかなと思って、今回購入してみました。そしたら早速、貼り付けの方を行っていきたいと思います。私ですねこの作業むっちゃ苦手なんで、苦手だし好きじゃないんですよね。なんかよく失敗するんですよ。でいつもお風呂場で作業するんですよ。ほこりが立たないので。なんだけどまあちょっとこれカメラを回しながらちょっとやってみようと思って、まあ、今回は、本当に久々に卓上でやってみたいと思います。ほこりが入らなければいいんですけど、まあチャレンジです。アフターサービス生命、新品交換、全額返金、壊れたものを受け取ったりインストール中の損傷が発生したり、スクリーンプロテクターが気に入らなかったりしても1ヶ月以内新品交換や全額返金できます。ミスってもできるのかな。2年間保証。まあいいや、ミスらないようにちゃんとやりましょう。ミスは自分の責任ですからね。ちょっとこれは読もう、ちゃんと読もう。この枠使ってたぶんやるんでしょこれ。僕いつも枠使わないタイプで貼り付けてたからな。枠がついてるってことはこれ失敗しない可能性が高いってことでしょ。はい、このシール拭き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 。まずがユキスシェルテンを置きます。あ、というかこれカバー取らない、カバーっていうかケースを取りましょうね。さっきね透明なケースつけてるので。だしあれも剥がさないといけないですね、今の既存のやつね。どうしよう、ちょっとミニの方からしようかなね。ミニの方からしましょう。ミニちゃんの方からしましょう。だって iPad Air の方は亀裂入ってないので最悪このまま使ってもいいんですけどという感じですね。はい、こんな感じで、きっと同じですよね。読まなくて大丈夫ですよね、サイズが小さいだけですから。はい、ちょっと開けるの面倒なんで、こちらの説明書でアライメントフレームをタブレットに置きます。方向が正しいことを確認してください。方向があるんだ、方向が。トップミニ6トップなら、まあちょっと後で剥がしますけど今ついてる分ね、こういうことですね。おお、なるほど、こういう感じでパコッと貼り付けといて、その上にこれを乗せるということですね。これをこれ反射しないタイプ、これをポコンと、まあちょっといらんことしないようにしましょう。プラスチック保護フィルムが下向きであることを確認します。プラスチックフィルムがどっちか分かんねえなこれ。まあでも分かんないけど、こっちについてんだからこっちがこう剥がれるんでしょ、だからこうです向きはね。じゃあこれを剥がしていきましょう。テープでやった方がいいんかな、どうなんかな。この作業嫌いだよな、ほんと。はい、剥がれていきます。剥がれていきますよと。
ね、これ割れてるでしょ。知らない間に亀裂が入ってたんですよ。ここにピーってね。1年間お疲れ様でした。そしたらこれも一応やっぱり開けないとダメなんだな。これアルコール、おっ、綺麗になりました。あとはちょっとマスクしよう。マスクして、じゃあホコリを取っていきましょう。これが嫌なんだよね。これは向きがあるからトップっていうのを必ず上にして、なんかこれ撮影してると緊張するよな。初めてこれ撮影しながらやるっていうのは初めてなんで、いつもだったら自分一人でこっそりやるんですけど、はい、じゃあこれを剥がして、半分剥がしてどうたらとかって、でこれを持ってこういうことですよね。こういうことですね。そしたら自動で勝手にビーってこれなってるね。え、すげえ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 。あ、すごい。勝手に装着できちゃった。え、むっちゃ簡単じゃんこれ。できちゃった。むっちゃ簡単。え、むっちゃ簡単じゃんこれ。狙わなくていい、このフレームがあるから。え、できたよこれ装着。え、むっちゃ簡単。え、おすすめです、これ。むっちゃ簡単です。僕、このフレームじゃなくて、普通にね、合わせるタイプで、いつもセロテープをこう貼って、こうやってぴったんこ合わすのがめんどくせえなと思って、風呂場でやってたんですけど、え、むっちゃいい。だけど、これ指紋がつくね。うん。いや、まあいいや、それは。はい、これで反射がされなくなりました。はい、反射芸がなくなりましたね。あ、いいじゃないですか。はい。じゃあ、ちょっとエアーの方もやっていきましょうか。はい。綺麗だな、やっぱり。中は、だって接触してないわけだって。はい、ピッカピカ、やばい、でもここに文字が下だからこっちが下なんだろうな。はい、あら、どうも、いきます。ペリ、一気にいかないとね、こういうのは。こう持って、ここを合わせて、おっ、あれ、これ失敗したんじゃね。なんか浮いてる感じがする。あ、ちょっとこれ気泡が入っちゃったな。
気泡が入っちゃったけど、はい、追い出しました。簡単に出てきましたと。はい、とりあえず貼れました。むっちゃ簡単、このタイプのやつ。それぞれケースに戻しましょうと。取り付けが終わりましたよと。目には完璧、気泡も入ってない。はい、ということで、こんな感じで、すごいねこれ、よく考えてできてる。このフレームを使ってそこにきっちり、上部を合わせて、で一気に剥がしてペタンってやると勝手にくっついちゃうっていうね。私が知らなかっただけかもしれないけど、すごい簡単に付け替えることができました。これで反射芸はなしですね。これ映り込まない。はい、ということで、これでまた使っていきたいと思います。まあスクリーンプロテクター考えておられる方は、この枠があって、失敗しないタイプ、これをおすすめしたいと思います。また今回購入したやつは概要欄に貼っておきますので、興味がある方は見られてみてください。ということで、それではまた。